はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、先日はね、糖尿病による三大合併症のお話をしたんですけどもね、最近ではその三大合併症に新しく2つね、加えられたとね、言われています。それはね、がんと認知症なんですよ。その三大合併症っていうのが網膜症と腎症と神経症なんですけども、がんと認知症がね、加われました。まあ、中でもね、その肝臓がんがね、2.0倍、膵臓がんは 1.9 倍かで、大腸がんは 1.4 倍とね、まあ、それぞれ危険性が高まると見られています。で、がんが糖尿病のね、合併症と考えられる理由にはですね、糖尿病とがんになりやすい生活習慣っていうのがね、共通してるんですよ。ほんで、まあ、インスリン抵抗性ががん細胞っていうやつの、増殖をね、促進するなどがね、挙げられます。認知症ではね、そのアルツハイマー型の認知症の危険性がですね、2.1 倍に高まるというね、報告があります。で、インスリン抵抗性があるとですね、血液中のインスリン濃度が高くなることで、そのアルツハイマー型認知症の関連物質がね、その体から除去されていってくれるのを妨げてしまう可能性が指摘されています。そのインスリン抵抗性というのはですね、簡単に言うとね、インスリンの効き具合っていうのを意味します。つまりですね、この膵臓ってところがあるんですけどね、そのインスリンが膵臓から血液中に分泌されるのにもかかわらずにですね、標的になる臓器のね、インスリンに対する感受性がね、低下してしまって、その作用がね、鈍くなっている状態なんです。そもそもインスリンというのはですね、血液中の中の糖っていうのをね、エネルギーに変えてくれて血糖値を下げる唯一のホルモンなんです。すなわちですね、インスリンがなければ血糖値を下げることができません。ということは、血糖値が下がらないと糖尿病になるということなんですよ。しかもね、嫌なことにね、その我々アジア人というのはですね、欧米人よりもね、インスリンの分泌量がね、少ない人がね、多いので、なんかややこしいな。ね、インスリン分泌量の少ない人っていうのが多いんですよ。なので、もともと糖尿病になりやすい体だと言われています。そんな人種なのでね、インスリンが効かないことがね、多いんです。で、そのインスリンが効かないとしてね、その体型などとまた関係なしで、この悩みが多いとされているその、内臓脂肪ね、内臓脂肪というのがね、そのまた悪さをするんですけども、その内臓脂肪からですね、インスリンを効きづらくする物質がね、こう分泌されていってるんですよ。で、まあ、その脂肪というのはですね、主に中性脂肪と皮下脂肪やね、まあ、内臓脂肪といったその、脂肪組織っていうのに蓄えられているんですけども、主にね、その空腹時などではね、その脂肪をエネルギーとして利用するために脂肪組織に蓄えられてた、中性脂肪がね、分解されて、有利脂肪酸となってね、放出されます。で、このね、放出とかね、貯蔵っていうのをコントロールしているホルモンがあるんですけども、それがインスリンなんですよ。そのまあ先ほども言いましたけどね、脂肪の多くは本来ならば皮下脂肪や内臓脂肪といったその脂肪組織に蓄えられていますけども、それ以外のね、肝臓とかね、骨格筋、筋肉などのね、別の場所にも蓄積されます。で、そうした脂肪を、一生性へ脂肪と言います。異なるところの、細胞、脂肪か。異なるところの脂肪と書いて、異常性細胞と呼びます。その脂肪が蓄えられた肝臓をね、脂肪肝、脂肪が蓄えられた筋肉を脂肪筋と呼ぶんですけども、その脂肪肝や脂肪筋っていうのは臓器にその異常性細胞が蓄積した状態で、これがあると溜まってしまった脂肪がね、その毒性をね、発揮してしまってですね、血糖値をね、低下させるね、そのインスリンっていうのの効きが悪くなります。つまりですね、インスリン抵抗性が生じやすくなるんですよね。しかもその日本人ではですね、その内臓脂肪が別にそれほどなくてもですね、脂肪肝がね、あるとですね、血糖値を下げるインスリンの効きが悪くなる、インスリン抵抗性が起こりやすいことが明らかになっています。その肝臓もね、筋肉もね、脂肪をまとっているとですね、本来の仕事をする前にですね、自分の脂肪を落とそうとして、そこにインスリンが働いてしまって、他の脂肪にインスリンが働かなくなって、どんどん肝臓や筋肉の働きが悪くなってしまいます。そうなると、血液の中がね、
糖だらけになってしまって、体にねその糖がね回ってしまってね、糖の分解にも必要なインスリンが追いつかなくなるんです。そうなると糖尿病が進んで、三大合併症と最近プラスされたがんと認知症も襲ってきます。もういたちごっこでございます。その解決する方法としましてはですね、昨日もお話ししましたけども、まずは体重を落とすことです。もうどんな方法でも構いません。とりあえず体重を少しでも落とせばその道は開けます。ちなみにね、コメントでね質問がありましてね、そのヤッスーはどうやって体重を落としたのかと、ね、聞かれたんですけどもね、まあそうですよね、まあその食物繊維のね豊富な食材としてね、野菜を中心に食べてたんですよ。でその、まあ、中心というか多めに食べて脂肪を削ぎ落とすぞっていう気持ちでした。でもね、すごい辛かったです。まあ、ほぼほぼ野菜中心というか、まあ、野菜ばっかりっていうのもあったんでね、あのベジタリアンがっていうぐらいほんまに野菜を食べてました。まあ、ほんでそれと同時にですね、運動をすればですね、その、まあ、筋肉も使えてね、代謝も上がって、もっと体をね、楽にしてね、体重を落とすんですけども、もちろん筋肉もついてね、その分代謝が良くなるじゃないですか。体もがっつりするうちに大きくなると思うんですよ。でもそうすると、いろいろな問題が出てきたので、結局食べ過ぎないというのが答えでした。あの頃の気持ちとしてはね、断食と言って、っていいぐらいですよね。あれはね、今思えばほんまに苦痛でしたけどね、ほんまに。まあ、単純に断食をすればね、体重が減ります。摂取カロリーがゼロであれば、生きてるだけでね、その消費されるカロリーがあるじゃないですか。それの方が多くなるので、痩せていくのは必然です。でもおすすめはしません。苦痛なんで。なのでね、例えばそのお菓子をね食べない日を1日だけでも作るとかね、まあそれだけでも効果はほんまにありますので、少しずつやってみてください。その日をねこう増やして増やして、増やしていけばね、食べへんかった日食べる日、食べへんかった日食べる日、それを食べへん食べへん食べる、食べへん食べへん食べるとかいう風にしていったらね、その分その食べる日にちが少なくなると、その分ね、お菓子の分が脂肪にならないんでね、そんな感じでね、よかったらね参考にしてみてください。そんな感じでね、糖尿病三大合併症である、網膜症でしょ、腎症、神経症、これにがんと認知症がプラスされたというお話でございました。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。